長篠に現れた武田信玄は影武者だった。本物の武田信玄はすでに死んでいたのである。大量の鉄砲を用いて武田騎馬隊を圧倒した信長は、周辺勢力に対してさらに苛烈な戦を仕掛けていく。こうして勢力圏を外へ広げていこうとした矢先、京にほど近い大和の国で不穏な空気が漂い始める。信貴山城の戦い。信長、この者を覚えているか。ご無沙汰していました、信長様。捕らわれていた毛利の城を脱し戻ってきました。鹿之助、生きていたか。尼子勝久殿もお前の帰還を待ちかねていただろう。勝久殿には近く播磨の光月城を任せるつもりだ。その時はお前も共に行くといい。光月城、毛利との最前線ですね。望むところです。ところで、松永久秀殿だが、近頃不穏な気配がある。久秀殿は有能な将だが、我らとは相入れぬ思想を持っているようだ。気をつけた方がいい。久秀か、気に留めておこう。予感的中だな、十兵衛。お前の忠心のおかげで久秀を討つ支度はすでに整えてある。他の勢力と結ぶ前に沈めなくては。すぐに出陣しよう。見通せました。あなたがかの有名な竹中半兵衛で、そこに控える忍びが中村和氏か。ああ、なんだお前。こいつは黒田官兵衛、針まで掘り出した逸材だ。頭の良さは天下一品、半兵衛にも劣らねえぞ。さっき信長様の許しも得たから、今日からは正式にオイラたちの仲間だ。みんな仲良くしろよ。俺の策で必ずや勝利を導きましょう。よろしくお願いします、先輩。ああ、先輩か。うん、いつでも頼ってね、勘兵衛。ところで秀吉、久秀さんのことだけど。ああ、何をやらかしても不思議のねえ御仁だが、賞賛もねえのに離反するってのはらしくねえよな。うん、だけど久秀さんに限らず、最近の信長様に不信感を持つ者は少なくない気がするんだよね。つまり松永を潰しても同じような離反騒ぎが今後も起こりうると。さすが先輩、鋭い洞察眼をお持ちで。だとすりゃ笑えねえ話だ。とはいえ、まずは久秀か。裏切りの代償はしっかり払ってもらわねえとな。他方面から信貴山城を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かおう。俺たちは別動隊を率いて信貴山城を目指す。行くぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。私は逃げも隠れもいたしません。すぐに信長様の御殿に参上しましょうぞ。皆遠慮はいらん。久秀の首を取り手柄とせよ。開門。構わず進むぞ。開門。
ど、多勢で押し切るつもりですか。この城、たやすく入れるとは思わないことです。任せておけ。俺たちは死に山城の南門への到達を急ぐぞ。マルセ、向こうの砦から少なからぬ敵の気配が。鉄道隊の動きを蹴取られては面倒だ。あの砦を派手に攻め、敵の目を引きつけよ。開門。見えた。うん、来そうぞ。俺の刃から逃れられると思うな。打ち死に。殿の腕ならば当然ゆえ。俺の刃から逃れられると思う。南門にたどり着くことはできたが、門が固く閉ざされているようだ。信忠殿、片岡城が手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。三太夫、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。人も止められぬと知る。北の砦が苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。うまく敵を連れたようだ。やはり片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、跳ね橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。しまった、敵の罠だったか。信忠が敵の罠にかかった。仕方あるまい、救援に向かうぞ。開門。信忠の身が危うい。救援を急がねばならぬ。早く跳ね橋を下ろしてやらねえと、信忠がやられちまうぜ。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って跳ね橋を下ろします。敵将、切り伏せと。ここは引くほかあるまい。俺の刃から逃れられると思うな。兵六兵を出しなさい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。気を逃さず我らの兵糧を狙ってくるとは。だがやらせはしない。信忠、使えぬ駒を毎度助けるつもりはない。そう心得。良いな。
肝に銘じます。手負いの身では足かせとなりましょう。私はこれにて戦場を離れます。信忠は引いたな。久秀動き、俺と十兵衛のみでこと取りよう。敗北条件変更。開門。敵は俸禄兵を出してきたか。手早く始末せねば兵糧庫は炎に包まれよう。急げ。切らせろ。急げ。兵糧を燃やされずに済んだか。しかし久秀ってやつ、真っ先に兵糧を狙うあたり油断ならないな。来た、火が出たぞ。何、敵方の俸禄兵は余さず切り伏せたはずだが。兵糧を失った今、戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急ぐぞ。まだまだ四季三条には入らせませんよ。兵糧を焼かれた織田勢には時がない。城の守りを固め散らしておあげなさい。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く四季三条へなだれ込め。砦の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。こりゃ簡単には落とせねえぞ。我は無双、すべてを壊し尽くす魔王よ。押されているか。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。変化か。敵陣にたどり着く前に討ち死に。討ち死に。討ち死に。どうした。開門。ようやく門が開いた。城内へ進め。久秀が待ちかねていよう。あいつら南門から侵入しようというのか。そうはさせぬぞ。守りを厚くしておけ。敵に情けはかけぬ。フルはなんだか。どうした。聞かせていただこう。さすが、俺も負けませんよ。新米ぬか。カモノメ。伏せるがいい。情けはかけぬ。何人も止められぬと知れ。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。
人も止められぬと知れ。人も止められぬと知る。開門。失せるがいい。情けはかけぬ。我は無双。全てを壊し尽くす魔王よ。私の理想の世に信長様が無用であるように、信長様の気づく世に私は無用。違いますか。大事をなす前に理想を語るなど無駄よ。お前とはまだ共に歩めたはずだ。残念だ。我が命を散らすべき場所はここではない。待て久秀殿、どこへ。捨ておく。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。結局こうなりましたか。安心せえ平雲や、お前を置いてはいかぬ。さあ共に参ろう。秘蔵の茶釜を抱えていったか。久秀らしい最後だ。久秀殿は我らと似ていた。古き秩序を壊し理想の世を築かんとしていたのだから。ただ彼が思い描く理想の世は独善的に過ぎた。だから俺たちが目指すべき世は。やめておけ。今俺たちが語るべきは理想ではない。いかにして乱世の断りを壊し尽くすかだ。久秀は理想に溺れて自滅したが、叶えられぬ理想など無意味な幻想に過ぎぬ。十兵衛、お前は俺の懐刀だ。余計なことに惑わされず、斧が刃を研ぎ澄ませておけ。わかった。肝に銘じておこう。みんな聞いてくれ。いよいよ次の毛利攻めはオイラたちが主力を任されることになったぞ。光秀さんも一緒だって聞いたけど。まあそうなんだが、光秀は助っ人みたいなもんで、総大将はオイラってことよ。それは結構なことですが、毛利の恐ろしさを侮らない方が。黙っとけ新入り、主に軽々しく意見すんじゃねえ。なんだと。お前だって子さんじゃないだろう。はいはい、そこまで。喜ぶときは思い切り喜ぶ。それが秀吉のやり方なんだよ、勘兵衛。そういうこった。笑う角には福来たるってな。なるほど、ありがとうございます先輩。